2014年にデビューした韓国初の多国籍ボーイズグループ GOT7。 その GOT7 が1月30日にサードミニアルバムをリリース。そこで今回は GOT7 のさまざまな噂を本人たちに直撃。一体何が本当で何が嘘なのか、 GOT7 のことを深掘っちゃいます。I won't let you go リリース記念深掘り合戦。 GOT7 のジェボン・ジェイビーです。スノーマークです。はい、こんばんは、新陽です。皆さんお元気ですか、ヨンセです。こんばんは、皆さんのもやし、ベンベンです。セッコ・ユギョンです。よし、進行は私、古谷正幸が務めます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、まあ、いよいよですね、3枚目のミニアルバムということで、おめでとうございます。はい、3枚目ということなんですけれども、やっぱりまずはアルバムのね、聴きどころポイントをぜひ教えていただきたいと思いますけれども、どんなところ特に聴いてほしいですか、今回のアルバム。大切に思う人を決して話したくはないという熱い気持ちを歌ったタイトル曲アワンレチュゴの他に3曲のユニも入っています。あ、ユニット曲だね。はい、はいはい、そう、アワンレチュゴは今までとはまた雰囲気の違うエモーショナル、お、エモーショナル、エモーショナルな、うん、曲などでぜひ皆さんに聴いてほしいです。はい、はい、ユニット曲もぜひ聴いてくださいね。おー、ユニット曲もね、もちろんです。今回のポイントになっておりますけれども、はい、最初に深掘っちゃうのはマーク&ベンベン。マークはアメリカ出身の25歳、3カ国語を話せることでおなじみですが、一体どんな深掘り情報が出てくるのか。早速じゃあ行きましょうかね。はい、マークさんの深掘りをいきたいと思いますけども、まず一つ目ですけど、マークといえばとあります。さあ、メンバーの皆さん、マークといえばということで、何ですか、何でしょう。マシャラスです。マシャラスです。そうですね、まあそれもありますけれども、あ、童顔ね、ハンサム、ハンサム、イケメン、イケメン、いろいろありますけれども、さあそれでは見ていきましょうか。はい、マークといえばディリン、運動神経抜群、ジャンプ力、ジャンプ力が一番から、うん、おー、まあということで、マークさんのじゃあ運動神経を何でチェックしていくか、私たち一つ用意いたしました。はい、こちらでやっていただきましょう。ババーン、けん玉でーす。やっぱりね、けん玉はね、運動神経、はい、じゃあできますか。あ、どこでもいいです、どこでも、うん、どこでもいいですか。じゃあマークさん、こちらに来てください。マークさん、すいません、マークさん、すいません、テレビあちらです。はい、あちらです。あなたが、はい、イゴを울리는건보여줄게、가능하지않아、あ、보여줄게、最後の運動神経です。足に当てたマークを横目に、ベンベンがちゃっかり挑戦。すると、お、おお、あの、あ、ちょっといいですか、マークのコーナーなんですけど。あ、はい、あ、運動神経の問題は。そうだよね、けん玉と運動神経の関連性ですよね。ちょっと後からね、スタッフをトイレに連れて行きたいと思います。はい、ちょっと待ってください、カメラさん撮ってました。もちろん撮れてました。それではマークの成功シーンご覧ください。はい、おお、あ、おお、あ、おお、マーク、アンビリーバボー、これが番組だよね。ね、これが番組ですよ。やっぱり運動神経抜群ですね。じゃあ次行きたいと思います。次は笑える胸キュン団体芸とありますけども、まあ、早速見てみましょうかね。はい、こちらです。ババン、遊漁具を壁にしてドーン。ツアー、はいはいはい、の
かで、そうです、ステージで。なあ、兄。かわいいの？はい。ユギョムさん。あ、やいこいっそ、やいこいっそ。いや、分かってますよね。いや、全然。제가表情が、うん、分かってる表情です。はい。제가아니라진영이형이있을거예요。ない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 。ね、僕の考えは JB さん。JB さんだと思います。JB さん。JB さん。ですよね、ベンベン。JB さんですよね。あ、そう。なんでしょうか。じゃあちょっとせっかくですからね。제가기억해요。저는벽이었어요。そうですそうです。だから遊業務を壁にしてドンですから。あ、내가벽。そう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 。はい。それをぜひやってほしいということでございますけど。それでは壁ドンやってもらいましょう。じゃあマークお願いします。すごいですね。マークもいいですけれども、壁が恥ずかしがってたところが良かったですね。はい、良かったですかね。はい、ありがとうございます。はい。はい、もう一枚、もう一枚ありますね。あんなのでこうやって、おちゃぴぴぴぴ。いや、もうマークは自分のところの編集ポイントを分かってるようですけども。じゃあ行きますよ。最後、クールに見えるが実はギャグが好き。はい。もう무슨ギャグか、ギャグ없어。はい。ギャグが好きがじゃないです。うん。ギャグが好きですけど。ギャグが好きですけど点々点々に変えてくれということでございますね。はい、スタッフの皆さん本当に頑張ってください。お願いします。やりづらもよ。雨はちょっとミス。はい、こうやって雨はちょっとミスということでございまして、はい、スタッフの皆さん本当お疲れ様でした。雨はいや今のは面白かったよ。アベマちょっとミス。今使われました。はい、大丈夫です。いい。じゃあじゃあじゃあせーの。あ、面白かった。いやアベマのスタッフにツッコミを入れられるのも最高ですよ。素晴らしいですね。あー実は無理声。はい、すごい。 CM の後はベンベンを深掘り合戦。はい、じゃあここまでですね、マークさん聞いてきましたけれども、次ベンベンさん行きましょう。続いてはタイ出身の21歳、ベンベン。じゃあまず一番最初、自慢のちょん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 とありますけれども、何でしょうか。行きましょうか。チャラーマン。自慢のババン。アクセサリー。私服コレクションがやばいということでございますけど、そんなたくさんあるの。すごい。すごい。あのクッチェチョクロ具体的にはどれぐらい？어떤브랜드인데제가그거를너무좋아해가지고처음에혼자되게컬렉션대로이렇게많이샀어요。근데그렇게되다가그쪽브랜드가어쩌다가저를좋아하게돼가지고옷을보내요맨날。와보내는월드스타와すごいっすね。그브랜드 VVIP전세계 10% 할인。そうですね。いいですね。羨ましい限りでございますけれども、はい。でも困るでしょ。服どこに置いてるの？じゃあ집에서보관하지。뭐어디서보관해。あ、家でね。すごい大きいんでしょうね、家がね。羨ましいですね。가끔보면그냥방치할때도있더라고요。방치가뭐야。그냥가져도모를것같아요。아아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 
그 형 두 개도 못 끼는 거예요. 아 진짜? 옛날 사진 이거 2015년 사진이요. 야, 근데 네. 구체적인 저 오지 때 노래답게 쓰고 있는 인기 난데서. 저도 모르. 아, 제 입으로 이야기는 좀 그랬잖아요. 그러니까 태국 가면은 이제 공항 공항 도착하자마자 내가 비행기에서 공항 안에 5천 명 없으면 안 내린다. 아 그건 아니라니까. 야 이거 언제까지 할 거야 이거. 그건 아니야. 아 소문났나. 멍도다. 왜 또 이거 또 나이대 그 돈이 고생 인구라 이런다. 뭐 비행기를 타고 이제 이륙하고 착륙하고의 그 차이가 있다는 얘기가 있어요. 예. 이, 그 이렇게 올라갈 때쯤에는 이렇게 겸손하게 있다가 이제 내릴 때쯤 되면 선글라스 딱 끼고. 소원한다네. 약간 오지 오지와 違うね. 오지와 違うね. 마지막 이기ましょう. 마지막. 데뷔의 きっかけは. 네. 주변 계기가. 데뷔의 きっかけは 오카와산. 어머니 아 맞아요. 네. 엄마가 비서맨님 팬이어가지고. 그거. 그 엄마가 저 데리고 가서 그 비 콘서트를 데리고 갔어요. 그때 춤도 별로 관심 없고 그냥 인생에 관심이 없었어요. 게임 좋아했어요 그때. 근데 뭐야 그거 한번 보고 와 너무 멋있다고 게임 다 끊고 춤추기 시작하고 그러다가 2년 있다가 바로 JYP 들어왔어요. 이야 정말 짧은 시간인데 스타になって やっぱりワンジャンにね、王子ですね。題して、チャレンジ合成分。今回の特番は、皆さんのニューアルバムのリリースにちなみまして、お送りしておりますけれども、アベマTVからなんとですね、素敵なプレゼントをご用意いただきました。はい、何かと言いますと、今からですね、皆さんにチャレンジしていただきますゲームの数々にメンバー全員がクリアできたら、ご褒美といたしまして、 1月14日からファンに毎日メッセージを届けられるというスペシャル放送枠をプレゼントいたしますということです。さあ、今回チャレンジしていただくのはもちろんマーク&ベンベンです。はい、さあ、そんなマーク&ベンベンにチャレンジしていただくミッションは何かと言いますと、こちら。はい。 7秒以内に完成させよ、段ボールボックス。段ボールを7秒以内に組み立てられればクリアという簡単なゲーム。どちらかができれば OK です。7秒ですよ、7秒。7秒ですよ、この状態からね。じゃあ行きますよ、参ります。レディーゴー。 お疲れ様でした。 9秒3です。 惜しくもマークは失敗。果たしてベンベンは成功できるのか。 Yes. OK. じゃあ行きますよ。 Ready. Go. ベンベン下。 お。 5秒4。 さあ、ということで、まあ、ベンベンできましたので、今回のゲーム、クリアとさせていただきます。はい、ということで、無事、初日はクリアすることができました。ミッションは残りあと2回あります。はい、2回あります。全部クリアして、無事、アガセの皆さんに、そのスペシャルメッセージを届けることができるんでしょうか。 CM の後はユニット曲を深掘り。この後マーク&ベンベンがユニット曲を深掘りですが、その前に I1列中号の MV をご覧ください。
Tell me why この胸 no pain I think about you The hurt just gains 時重ねるほど切ない feeling 今日を永遠に Never want no ending その eyes その lips 全て虜に take my breath 会うたびに君は素敵に Left behind you すぐ隣に And I wanna know 誰よりも君を知りたい君の全て、And I wanna know届いてるのかな Give you my all I need you remind 抑えてほしいこの気持ちが溢れる前に I need you in my life 鼓動響くように君が必要さ You are touching my heart I won't let you go Tell me When I look into your eyes And it's 全てを奪われ Baby you're my only、oh, yeah. 君に会いたい触れたい伝えたい見つめたい Can I be something also too I wanna hear you say you love me I wanna know 君は僕のどこまでを理解してるの And I wanna go僕だけの気持ちだとしても離さない I need you in my arms 抑えてほしいこの気持ちが溢れる前に I need you in my life 鼓動響くように君が必要さ You are touching my heart I won't let you go 君が君らしい本当は僕は僕You're my everything, you're my everyday 息するたび君さえ確認高鳴ってく想い超えてく気持ち Am I your something? Am I okay? 少しでもいい Do you think of me? I need you in my さあそんなですねマークさんとベンベンさんでございますけれども今回のミニアルバムにはお二人のユニット曲がございますがさあマークさん、はい、今回のユニット曲のポイントはどんなとこですか？僕たちの曲、Cold、Cold なヒップホップの曲になってます。うん。はい。ぜひボリュームを大きくして聴いてほしいです。ボリュームを大きくして、はい、はい、聴いてほしいということですね。はい。はい、今回クールなヒップホップ曲ということでございますね。楽しみにしていてください。ということで本日の放送はここまででございます、はいはい、さあ次回はジェニオンさんとユギョムさんのプロフィールを掘り下げつつチャレンジガッセブン第2弾をお届けしたいと思ってますのでまた次回お会いしたいと思います、はい、それではまた次回お会いしましょうバイバーイ
今週は僕とベメンのユニット中止なトークしましたが、楽しかったですか？はい、僕らのユニット曲もたくさん聴いてください。はい、来週は僕とユギョンさんがテーマの主です。どんな話が出てくるかドキドキですね。はい、また来週も見てくださいね。また一緒に楽しみましょう。以上、ガトセブンでした。ありがとうございます。ジニョンさん、ユギョムさんです。次回はジニョン&ユギョムを深掘り。めっちゃ撮られて気持ちよさそうだけど。気持ちね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。視聴予約お忘れなく。